何回読んでもちょっと泣けるんで。自分でまだまだなんかもっとできたやろうなとか思ってたんですけどね。昨日も最後ちょっと作ってこまごま作って、親族に楽しんでもらうっていうのが一番のコンセプトだったんで、自分が思ってた以上にすごい準備、裏で準備をしてくれてるなっていうのはすごく感じました。サプライズっていうのはやっぱり考えてはいたんですけど、踏ん切りがつかなかったというか、そのあんまり度胸がなかったんで、今回こういうチャンスをいただいて、まあ、デザートを自分が作って食べてもらうっていうのを提案していただいた時にすごくありがたかったです。あ、やべ、この人を奥さんに迎えてもらったらよかったと、ありがとうございました。もう寂しいですね。いやめっちゃ寂しいです、本当に。いやでもなんか本当皆さんが楽しかったって言ってくれた。はい、どうぞ。ありがとうございました。これですか？何でしょう？何ですかこれは？さあちゃんって、きっと私ですよね。何ですかこれは？え？いきます。わっ、美味しそう。すごい。めっちゃ美味しそう。さあちゃんへ、結婚式の準備等々いろいろお疲れ様、仕事をしながら準備してくれて本当にありがとう。今まで苦労かけっぱなしでごめんね。不慣れな分良くないけど、よかったら食べてください。私のことすごい考えてくれてやってくれてるんやなというのは本当に思います。本当に優しい人でよかったなって。一緒です、めっちゃ思いました。